きくしていこうかなっていうやつで、まあ模様模様だったりね、ちょっとまあこれから墨が上がってきたりとかね、そういう風なものが入ってます。まだね縦鯉としてのものなので、来年の春ぐらいになってくればね、キリッとして良くなってくるものも出てきますけど、日の甘いところもあればね、墨が出てなかったりとかね、これからね締まってくればキリッになってきたりとかね、そういう風な鯉が、まあ、ここで立てようかなっていうやつが入ってます。まだまだこれからね選別かけるで、選別かけなきゃいけないものがねいるんですけど、はい、お、ほらこれも日がまだ甘いですけどね、片墨出てきてね、模様が墨が出てくればね、巻きは結構深いですけどね、このお腹まで赤がありますけど、大型になればねよくなりそうですね。紅白がいっぱい入ってます。水温が冷たいから飛び跳ねないようになりましたね。いい感じの水温ですね、秋っていう感じ。おいい、はい、半分か。ここ登るの大変だな、とって。重いようだね、大きくして。なんかいいの読んだ。はい、そっち側のそっちのホース持ってってもらえるといいかもしれない。そっちのホース、はい、沼からね、上げてきた紅白ですね。やっていきましょう、選別。単調ですね。ああ、良さげな単調ですね。お、模様いいね。お、どうでしょう。あー、こっちちょっとね寂しいですね。
いしょしょしょ、服をこぼさないように。おお、大模様ですけどいいですよね、こういうのも迫力でできそう。はい、ちょっと面かぶりっていうかね、突き付けですけどね、いい鯉ですね。これもこういうのいい鯉になりそう。はい、大模様ですけどいい鯉ですね。どうだ、マルテンの琥珀、大模様ですけどいいですね、こういうのとか。単調になる。単調かな。いいですね、もう。このどことか。あー、いいですね、これ縦鯉に。はい、選別終わっていいところですね、これが。さて、ちょっとね、この中でもとびきりいいやつがね、いるかちょっとピックアップしてね、見ていってみますかね。選別やっと終わりましたね。大模様でいいですね、こういうのも。
どうかな。足りないか。こういうのもいいですね。まあ単調的な丸点模様ですけども、まあ、大型鯉としてはね、大型鯉とかになった時、この辺個性的な模様ですね。小模様だとどうしても大きくなった時迫力に欠けたりとかするのでね、こういうの模様はね3段でいいですけど、真ん中が少し空いててね、やっぱ大きくした時にちょっと寂しいですよね。こういう風な声良くなったりとかはあると思うんですけども、できるだけバランスの取れたいいもの、2番ピがね沈んでくれればいいですよね。こういうのも肩のところの2番ピですね。
と稲妻模様でも頭いいですけどね、左ひれが少し赤く、紅の濃さも濃くてなんか良さそうですね。あと2段のね、紅白こういうのとかもいいかもしれない。単調な丸点3段暗くなってきちゃったからちょっと見えなくなってきましたね。もう夕方5時過ぎ、こういう大模様もね、立てるにはすごいいいんですよね。質もいいですし、迫力出る大型鯉になりそうですよね、こういうのも。尻尾の方が軽いですかね。尻尾の方が軽いですね。質いいんですけどね。前半すごいいいんですけどね。尻尾の方が軽いですね。あ、これいいかもしれない。こういうの好きですね。こういうような模様は。大型の。いいですね、これ。暗くなってきたな。はい。まあこんなところ、ちょっともっといいやつがね、いっぱいいたんですけど、多分放流しちゃってますね。大型鯉にいいですね、こんぐらいの模様。履く巻きもちょうどいいですし、おどめもしっかりしてる。こういう鯉もね、白地が見せ場になっていい鯉に紅白になりそうですね。まあ、こういう丸天の鯉も好き好き。ちょっと左側がもう少し日があればいいんでしょうけど、これも白地が見せ場になりそうなね、いい鯉ですね。おどめもしっかりしてますしね。はい、今日はね、暗くなったんでね、やめたいと思います。終わりです。こっちはチュッパになりますね。二群って言いますかね。まあ模様がね、まあいまいちチュッパ立てしようかなっていうやつがここに入ってます。まあさっきの中にもね、それなりのチュッパみたいなのもいるんですけど、まあ立ててみないとね、どうなるか分かんないので、そういうのもね混ざってますけど、こっちも二群。こっからね、またいい声が出たりとかもあるんでね、まあそっから その時はね、大きくしてみての話になりますから、またこっからこれも大きくして、またいいのがね、そこから出たら、それをまた立てて3歳にしたりとか4歳にしたりとかしてね、またそこからね、いい鯉が出る可能性もありますしね。はい、こっちは二群の池ですね。